お疲れ様です。元気、めちゃくちゃ元気。いや、なんで俺がカメラマンやってるか知ってる？なんで社長がカメラマンなんでしょうか？なんで逆なんでしょうか？いやー、なんでおかしくない。帰りたいです。本日の企画はですね、ペコちゃん&井村翔が3人でちょっと考えた企画なんですけど、嫌なやつだな、この3人が育ったら嫌なやつしかないやつじゃん。ひどいな。いや、一番ですから、だってか一番余裕は企画会議の時は一番喜んでくれる。めちゃめちゃ面白そうとかって喜んでくれる。人が見るの一番楽しんでるから。間違ってない。ちなみにですけど、堀川翔さんと付き合ってどれぐらいですか？やっぱそこか。それしかないな。私をメインで出た時、それが関連してますからね。もう3ヶ月ぐらいですかね。ですよね。3ヶ月ですよね。ですよね。3ヶ月ぐらいですよね。もうすぎ4ヶ月ですね。3ヶ月ってちょっと危ない時期じゃないですか。そうそうそう、倦怠期だよね。懐かしい倦怠期。3、6、9だったっけ。3、6、9はやばいみたいな。そうそうそう、全部乗り越えられた。乗り越え中ですね。乗り越え中、乗り越え中。今とかそんななんかバンってのがないんですけど、今じゃああれかな、乗り越えて下山中かな。下山中。いや、そんなこともないんですよ。自信ある。今言いました。今何て言いました。今自信ある。もう全然乗り越え、いい感じだと。おい、いい感じ。おい、いい感じだと。なんか別れる感じとかはないですよね。いや、それはちょっと存じ上げません。存じ上げます。ご一緒にいるじゃないですか。そんなこと言わないでくださいよ。いやいやいや、存じ上げないな。あいつはな、昔から俺は見とるけどな。男同士は分かる。まあちょっと分からんよ。リュウジさんに関しては1ヶ月もたんとか3ヶ月もたんって言ってたね。だからリュウジも知っとるからでしょ。知ってるから、あいつのこと知ってる。私もドキドキですけど、1ヶ月なんて余裕だったし。いやいや、この水を差すようだけど、一応社長もおるし、パパも知っとるから、お父さんも。まあそれはだから、みんな付き合ってもせんよ、お前は。おっと、まあ、それはない。おっとそれはないです。それはないです。 YouTube やっとるからならではで、堀川さんがゴールデンウィーク明けの、はい、一番疲れた時期、友達とも会いたいけど、連絡も来るけど、行かず。たまには女の子とキャバクラも行きたい、合コンもしたい。そんなことございませんよ、男の人は。そんな男の人はございません。今のところはまだないから、ね、いらっしゃいませんぞ、彼らは。一緒にしないでくれた。堀川さんが相当自信あるね。分かんないですけど、彼の、なんていうの、ラブチェックっていうの、信用度チェック。みおちゃんに対する信用度、うん、あ、本気のチェック、ね、あ、本気のチェック。だからそんなことしなくても大丈夫です。ちょっと不安になってない。練り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか、一人親方の方、まあ、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。ちょっと企画の内容を説明していただけますか。とにかく堀川翔さんが、まあ、美桜ちゃんに対して、うん、まあ、どれぐらい本気かのチェックをさせていただこうと思います、うんうん、私が言うのはいいやつじゃないですか。あ、いやいや、まあまあまあ、こちら側がやらせていただきます、はい、それでもし勝手に、はい、聞いてください。それでもし、はい、あんま好きじゃねえよとか、はい、はい、そうなった場合はちょっと2人で、いや2人でちょっと話し合いしていただいて。今日から毎日行きますから、ね。ちなみに内容はどんな感じなんですか。内容は、はい、まあ、美桜ちゃんが、うん、ここ最近、まあ、お昼休憩とかで、はい、まあ、ちょっと本社、まあ、下外で、はいはい、男と会っとる疑惑、はいはいはい、会ってないですよ。びっくりするじゃん、言い方ですか。言い方ですか。なんだろう、のみおちゃんだったよ。もう3回ぐらい使われてるよ、お前。そうやだよ。言い方ですか。言い方ですか。ちょこちょこその合ってる感じがするっていうのを、それを翔くんに伝えて、翔くんがどういう行動を取るか。え、でもそしたらなんでそれが
か普通の男だって覚えてる。どうしましたでもどうしましたでもなんでお前マジでもしかして振られるかもしれないとかお前悩んどるだろ毎日家行きますか振られたらどうする。いや振られたら毎日こちらのお家に送りますかまへん入り浸りますかまへんかまへん焼け酒そうです毎日これはないと思う手でやってるからね、うちらは、うん、そのやらないだろ、それはっていう、うん、もちろんもちろんもちろんないお前嬉しそうにしちゃったないだろ無理ですないでしょ、ね、本当に悪いですよだって考えて、本当に別れの危機があるような人たちにこんなことできんじゃん。あ、まあ、責任取れんし。そうだ。そうだ。大丈夫、この二人なら大丈夫だなっていうのを分かった上で、うんうん、ちょっとこっちは楽しませていただこうかなと。口元からがバッタン。もうやだよー。やってるください。とりあえずじゃあピョコちゃんかけてみましょうか。かけましょうか。かけますか。あ、いい。うまいことやな。結構大事だぞ。任せてください。やったるか。さあ、やったるか。悪いっすね。悪いっすね。さあ、やったるか。悪いっすね。涙を泣くときは恥ずかしい。また俺が叩かれるんだよ。なぜかこういうときにさ、ペコちゃん叩かれるのに俺だけ叩かれるんだよ。本当に社長が悪い。俺分かるからどうしてくれるんだよ。大丈夫、俺も叩かれる。お前一番叩かれる、大体。俺絶対叩かれる。大体叩かれる。大体叩かれる。いいですか。今喋っちゃダメか。喋っちゃダメ。資料。マイクこっち向けて。お疲れ。お疲れ。ああ。今大丈夫？いいよ。今どこにある？どこ？あ、そう。え、あのさ、なんか余計のおせっかいかもしれんだけど。じゃあ話すわ。え？違う、まあ、うん、ちょっと私なりの気遣い？いいよ、聞かんなら聞かんでいいけど。聞く、うん、なんかさ、今日みおちゃん、昼にさ、うん、なんかみおちゃんが、なんか、本社の前の外のとこでさ、うん、男と会っとって。男？そう、なんか二人で男の人とさ、おって。うん。事務所回ってきた時に誰と喋っとったのみたいな。聞いたなんか元彼？なんか元彼かなのか、私元彼と喋ってましたみたいな感じで言ってて、なんかそれ以上突っ込めんかったから、それ以上うちも突っ込んでないんだけどさ、でなんかジムのことさ、その後にちょっと喋っとったら、なんかここ 2,3 日連続で来とるらしいなって。会社に？そう、なんかちょこちょこ昼出てくるなって、みおちゃんがちょっと本社から離れたところでなんか喋っとるみたいで、なんかそれ知っとんかなと思って、翔くんとかも。何も知らん。そういう心配も。浮気ないでしょ、そんな会社の前で堂々と。だけどなんかみおちゃんが何かあったんかなっていう心配と、翔くんも大丈夫かなっていう心配と、何にもないならいいけど、なんかちょっと親密そうな感じで話しとったで、声かけねんかったもんね、うちも。そう言っていいの、みおちゃん。まあでもうちは話した方がいいんじゃないかなと思うけどね。まあそうだよね。まあもしみおちゃんに何かあって、みおちゃんが悩み事とかだったら助けられないかもしれん。まあ分からんけど、そうっていうのをちょっと、まあ伝え、いい加減ちょっと伝えた方がいいかなと思って。うん、分かったよ。はい、お願いします。はい、はい。案外大人の対応、大人の対応でしたね。案外大人の対応。お前さ、カメラ回ってるの忘れて、お前チーンって言ったら、なんか超へこんどだろ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、やりながらやりながら出る？いや、出るしかないでしょ。出るしかないでしょ。出るしかないでしょ。待って、あなたの変身整えた。カメラこっち回ったの、なぜそんなビクビクしとんの。やばい。あ、切れた。一回切れた。こっち向いてる。もしもし。もしもし、ごめん、何だった？今日は昼本当にあった。ご飯食べてた。その前。え、その前ってどういうこと？いや、本社で。本社にいないけど。現場行ったの？ったでしょ。ちょっと現場行ってた。じゃ帰ってきてからって。データ出し。データ出し？うん。
今日その朝撮影したやつだけど、なんだよ、そんなこといつも聞かないじゃん。なんかあんの？いや何？何？怖いんだけど、いつもそんなこと聞かないじゃん、何してたとか。じゃあ、データ出しだけって聞いたの？いや、データ出ししてたって言ってるじゃん。はっきり。じゃあ、男と喋ってたのは何？誰男？知らんて、いいか、誰？知らないよ。何の話してる？そういう目撃なんだって、そのジムから聞いたんだけどさ。マジ？マジいいじゃなくて、その誰の態度？何？何その態度？別に意味ない。何を喋っとったの？そいつは誰なの？え？言っても怒らない？いや、内容によっては怒るだろう。動きがやばい。なんで？なんで？マジで欲しいやつやん。マジで？もう。ああ。一回一回。やばい。もう。かまかま。もう怖すぎて。かかってきた。待って待って。かかってきた。もう。ごめん、切れちゃった。え？何？出たな。だから言っても怒らないって。で怒らん。絶対だよ。もう最近来てるのは高校生の時に付き合ってた男です。一緒に来たの？知らないよ。勝手に来るんだ。勝手に来るんだ。何を喋ったの？別に喋ってない。喋ってる。3日間連絡で来たんだよ。じゃないけど、それ喋ってる内容とか別になんかそのなんかなんかのこととかではない。勝手に来たもんね、そいつは。そうそう。でもお前もっとはっきり言わん。なんでお前そんな本当のツンデレみたいな。なんで？言っちゃった。言ってかった進まんだろ。話は。なんで？何も話してないの。話が進まんじゃねえかお前。もうなんか本当に怒らせるように。本当に怒らせる。本当にお前悪いことしてるよ、こうみたいな。怖い、本当に。もしもし。なんでそんな、また切れたの？うん、ごめん。なんで、じゃあかけ直してこい。あ、ごめん。それは。ごめんね。それはって何？ごめん。で、無理やり、ね、会いに来とるとかどうするとか。そう。それだったら別に俺もいいけど。何のない、高いお話しとんの？大したことは喋ってない。その前に来て。ミオだって嫌なんだって、別に来てほしいとかじゃないから。本当に切れたの？なんか怒られてるか。え？ちょっと怒るだろ、それ。内容も知らないそんな男にしてって言って。ミオもう嫌なんだって。しかも、あの、着いたよっていうか、なんか、着いてから連絡来るから、ミオだって会社の人に、誰かに迷惑かかるわけや、目の前に来られて。嫌ってことなの？そうだよ。そうだよ。もう来る、来ないでって言っても、来るんだって。ミオのこと。俺の話でいいわ。何を？そんな鬱陶しいんでしょ。いや、やめて、そういうの。当たり前よ、話すの。ちょっと番号教えて。いや、いいって。何で？もう、ミオが話して決着つけるよ、じゃあ。じゃあ、俺話していいって。やめて。じゃあ、やめれみて。え、ミオだってさ、嫌だって言ってるじゃん、別に。会いたくて会ったら別に言ってるよね。じゃあ、分かるってか。じゃあ、俺の立場も考えて、それ。それ怒るでしょ、誰だって。もういい？じゃあ、おかしいでしょ、それ。じゃあね。じゃあ、おかしいぞ。お前やばいぞ、お前。これ分かれたら、お前やばいぞ、お前。もうやだよ。もうやだよ。もうやだよ。どうせ番号教えて。番号教えてって。しかも何？お前の携帯で喋るんじゃない？え、井村さんが。そう。彼氏が。練り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を
行います。社長さんだったりとか一人親方の方、まあ、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。なんかもうここ心が痛くなってきました。こんな時いっぱい今日慰めてあげて。みよ、一つだけ教えてあげれば、すっごい楽しい。あなただけ、見てください。お願いってまでこっちがお願いする。電話した、番号教える手にしようぜ。電話来るって言うから、電話めっちゃ来るって言う。はい、もしもし、ごめんね。うん、あの電話番号教えるからさ、なんかその電話しても何も言わないで欲しいんだけど。ちょっと前に友達と遊んだ時に会っちゃったんだって。そっからずっと電話来てんだけど、電話には出ないんだけど、だから会社来てんだけど、もうより戻そう、ずっと一緒行ってるんだわ。それも鬱陶しいから、もう家に関わらんでって言っておいてほしい。それだけ伝えてくれ、電話して。それ以外は喋らんで。検査とかは死んで、死んないって。それだけ伝えたら電話切ってよ。はい、じゃあ伝えますよ。はい、あ、LINE で送れってことか。もうなんかもう緊張してきたんです。お前どんだけいい女ぶって喋っとるの。いいから、それは言ってよ。何だお前。なんか心痛くなってきて、優しい喋り方になっちゃう。心痛いんだよ、こっちも。ここでもう井村さん、逆にここでヒートアップさせましょうよ。ヒートアップさせる。ここでヒートアップさせましょう。出らんとしいからしな、元からな。来た、嘘、出ないよ。井村さん、声、気をつけて。はい、あれ、僕、ミオの彼氏なんですけど。ん？ミオの彼氏なんですけど。はい、あの、なんかネチネチ会社にも来とって、なんか連絡とかもしてるらしいですね。ネチネチ？どういうこと？どういうこと？だから、くどくなんか連絡とかしとるらしいじゃないですか。そんなしとらんよ、別に。じゃあ、しとるって聞いてらっしゃるか。しとらんって言っとるじゃん。あたりじゃ、何しに返してきたんじゃ。用事があるからでしょ。その、二人で話すこと？ちょ、別に二人でも三人でもいいんだけど、用事があるもんで、別に言っとるだけよ。話向こうも用事が来る前に出てくるんでしょ。だってクドク来とるもんでしょ。いや、クドク嫌がってないじゃん。だから俺は聞いとんのはもうやめてって言っとんって。俺にはそんなこと言ってこないの。笑顔でまたねーって言っとるよ。んで何のよ。だってもう連絡も済んだもん。来るのかしら。俺はやめてって聞いとるからもう電話したんだよ。関係ねえだろ、お前に言われることない。関係ねえからね、俺相談されとるから、ちょっと待って。相談されとるで、じゃあ本人もそれって嫌や、俺に。何も言ってこんぞ。女の子だから言いづらいでしょ。でも嫌がっとんやで、こっちが。うん。バトボロなせい。俺も、いや、そろそろくどいなぐらいな感じ。お前に負けねえからって。ここの電話で呼んでいいですか。あ、うん、出る出る出る。何？話終わってねえで。終わってない、終わってなかった？終わってねえだ。何が聞きたいの？何が聞きたいの？さっきの話聞いとらんかったの？聞いとるって。なんか YouTube 出とるやつなんだろ？うん、出とるよ。別に大したことねえかよ。大したことねえんだよ。お前年いくつだじゃん？うん？ 35 だって。お前いくつだ？じゃあ、俺より年上だけど、何、お年上のくせに姉ちゃんにすんなで。あ？もう直接話すぞ。ん？もう話やろ。ああ、いいや、お前あれだろ、お前道場働いとんだろ。ああ、そうだよ。行ったろ、今から。会社は関係ねえよ、もう二人で話すぞ。ああ、だから、ああ、待ち合わせは分かりやすいところがいいだろ、道場行ったろ。会社なんていいよ。俺本社まで行っても別に関係ねえよ。じゃあもういい、じゃあ会社の近くの公園にしてじゃん。ああ？そっちもいいわ。ああ、じゃあ、あの、どこの公園だ？大須中央公園だ。大須中央公園？ああ。ああ。おい、行くでな、今から。逃げんなよ。逃げるわけねえだろ、お前。逃げるわけねえだろ、この鍵や。お前、あと10分で来いよ、ハゲ。ハゲだよ、お前。お前、35はおかしいだろ、お前。だって、今の高校で、何年前中？ 3 年くらい前。32くらいの人だって。やばいでしょ、お前。おかしいじゃない。おかしいだろ、お前、それ。
普通にただお前も喧嘩しようと思うでも何も不思議がってなかったもんね、その35って言ってもね。いやもうイライラしてるけど、多分からんのよ、後するもんね。もしもし、あ、電話した？して。どうだった？ん？全然終わった、終わった。本当に喧嘩しなかった？しない、しない。やめてよ。死んでいいって。絶対だよ。何時に帰ってくるの？何が？はい、まあいいや。じゃあね。はい。なんでね、何時に帰ってくるとお前もなんかこれ動画恥ずかしいか。あ、行っちゃったみたいな。何時に帰ってくるの、あーやばいみたいな動画なの。時間によってはなんかやっぱり言わんね。あれかなと思ったけど、絶対多分言わんと思った。言わんね。終わってよ、嘘。でもかっこよくね。うん、いや、そう、だから心配かけたくないから言わんので。そうそうそう。でも電話もミオが嫌がってることしか言わなかったし、こうなったら安い人に話しとくか。あの富士山の上に富士山ただのサンドバッグみたいな。まあでも愛は分かったな、これで十分。だから公園の近くに隠れとこうか。隠し撮り、隠し撮り。一人で何するか。一人で何するか。練り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか、一人親方の方、まあ、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。じゃあもうすぐ来ます。もうすぐ来ます。本当なんでやよ、わーてて てこれどうしようかなと思って、殴られるかな。どうします、なんかその辺におる男の人に喧嘩売りに行ったら。お前かあいつやろ。一番楽しんでますからね。散々ペコちゃんがペコちゃんがペコちゃんがとか言ってましたけど、一番楽しんでますからね。ハッピー。いや、撮っとる、撮っとる。来た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 。怖い怖い怖い。あそこ怖いとこだね。ちょっと見てるの。探しとんだ。もう戦闘モードだな。そうだ。今やられるじゃん。これ撮るでしょ。かわいそうでしょ。マジでカッカしようね、だもん。携帯触った。座った座ったり。いや、座った座った。相手が本当にコント持っとんじゃん。電話かけてくるじゃないですか。かけてくるよな、絶対な。めっちゃ見てる。嘘、探してみよう。あ、来た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 。ちょっと木で見えんくなっちゃった。やべ、ちょっとアップこっちじゃ出ないでな。出ますよ。あ、出るよ出るよ。スピーカーな。はい。もう早く早く来いて。あ、早く来いて。終わっとれ、ちょっと。どんだけ戻せるんだったら、もう着くで待っとれって言うんだ。はい、来いよじゃん。あー、待っとれ。はい。絶対今チュルしてる、怖い。めっちゃ俺笑っちゃうから。なんか出ちゃった。だけど、いじったんだよ、いじったんだよ。はい。おい、どこ乗るんだよ。ベンチに座っとるで。どこ乗るのベンチャーたくさんあるだろう。お前もどこにおるんだ。クソプラのベンチャーで中心におるわ。周りに何があるんだ。周りに木しかねえよ。わからない、それじゃ。どこだ。だからどこだってベンチにおると。ベンチにおらんと俺おるんだ。俺もベンチにおるみたい。どこの公園におるんだ。ドース中央公園だって。ドース中央公園ね。ボス中央公園って言ってねえだろ、間違えとるだろ。だから本社に近くボス中央公園だ。もうちょっと間違えとるで、お前ちょっともうちょっと待っとるよ。すぐ行くで。じゃあ早く来いよ、どんだけ戻せんだって。ちょっと待っとけで、まあ、とりあえずな。とりあえず待っとけ。わかった、はい、すぐ行くで。はい、はい、やばかった。あれに何があるんだ。木しかねえや。木しかねえや。出会いやつよ、出会いやつよ。首ガンガンやつ。ガンガンやつ、出会いやついとるよ、お前。うわ、すごい。もう、イカっとる、イカっとる、ガチイカじゃない。まあ、行くか。
練り替道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか一人親方の方、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。はいはい、どうも。後ろだけ開けれるように距離あるんで。どうぞどうぞ、見ます？トイレ行きましょう。出よう、見よう見よう、そっちから隠れてよ。取っとけ、そっちから取っとけ。あいつがどんな感じで来るか。ちょっと音小さいし、声聞こえちゃう。おい、お前このベンチに座ってるやつか。ああ、トイレ、トイレこい、お前そこ目立つだろ。お前誰だよ。ああ、お前かっこいい。はい。あれ？あれ？はい。お前。まだ思いつかないもん。はい。はい。はい。確かに。確かに。全然ダメですね。よし、よし。呼び出して。まだ。怖い。やばいね。なんかほんとすいません、なんかいや、こいつもアホやもんな。36はダメだろ。違う、高校生の時の元彼って言ったら35歳。今年の先っすか、あれ。彼かなと思って高木って思ったけど、なんも上手だ。え、どうだ。楽しかった。まあまあやる気だった。ちなみに企画の内容なんでしたっけ。俺忘れちゃったんだけど、企画の内容はですね、本日は翔くんがみおちゃんに対してどんだけ本気度、本気度チェック。あ、本気度チェック。まあ、どんだけ惚れとるか。どんだけ惚れとる。もうお前だってさ、どうせ3ヶ月ぐらいで俺別れるかなと思ったら、案外続いてますね。ちょっと見てください、彼の疲れた顔。疲れるわ。マジ嫌いだしてるわ。翔くんでよかったっすね。あ、なんで？でも喧嘩しんでよかったわ。あ、マジで。はい、じゃあ皆さん、じゃあぜひ今回チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お願いします。ラブラブチュッチュー、ラブラブチュッチュー、フラちゃん、フラちゃん、ラブラブチュッチュー。はい、ショー、お疲れ。お仕事ですか。ごめんな、ショー。